ワーヤ裁判。はい、藤代杏奈です。はい、真白です。はい、いちごりのふみです。はい、小犬丸ぽちです。はい、闇梅亜美です。私たち、世界を騒がすガチマジアイドル、サイバーです。よろしくお願いします。ワーヤ裁判、ボリューム4、始まりました。やったやった。明日何の日か知ってるみんな。明日はクリスマスイブ。おー一年早すぎるよ。そしてサイバーの結成記念日かな。そうなんだよね。4年実は4年だよ。ボリューム4だけにね。こっち意外とさ毎年さ、うん、おめでとうって送ってんのグルーちゃんに。あ、そうだよね。4年4周年おめでとうみたいな。あっという間ね。いつもクリスマス一緒じゃない、うん、一緒だ、ね、確かに毎年一緒にいる。去年さオンライン特典会したよね、うん、やったー。そうみんなサンタさんだった。そうそう、懐かしい。恋愛リアリティショーの名前を初公開した、うん、ね、みんな泣いたよね。懐かしい、ね、あれから1年だよ。オフ会でジェンガとかしたの。やったなんかビンゴもしなかった。やめちゃんさ、結構めっちゃジェンガ強かったよ。終わらんよ、ずっと強めてる。そういうの、ご褒美がビンタだった気がする。え、そうなの。クリスマスピーチ、クリスマスパーティーだね。ねえ、もう早いね、うん、年末なのは、マジで早い。確かに。今回は何をやっていくの。皆さん、こちらを読み上げてください。せーの、お悩み相談。お悩み相談とか、うん、質問をね、ツイッターで募集してたんだよね。うん、うん、ね、楽しみだった。なんかこれやるの楽しいね。なんかラジオって言ったら、うん、お悩み相談。確かに、うん、ラジオかわいい。そう、なんかこう直接じゃないから、うん、言えることとかもさ、ある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 。あと結構意外と仲いい友達だからこそ言えないこととかもあるじゃん、うん、家族とかも恥ずかしくて言えないとかいうこともね、うちらにぜひぶつけていただければと、うんうん。メンバーの皆さん、準備はよろしいでしょうか。はーい。ラジオネーム、のんすけさん。サイバーちゃんたちはお酒を飲むとハイテンションになる様子をよく動画で見るのですが、みんな強いんですかということです。それはね、強いけど感覚はないよね。強いけど、うん、強いかな。どう思う、みんな強いと思う。いや、強いんじゃないですか。結論強いよね、多分。うん、だって、うん、なんかびっくりされるもんね、うん、やっぱ、うん、なんか全員、しかも全員、うん、なんか大体さ、じゃあ4人で友達とか5人で友達になった時に、うん、全員同じテンションで飲めないし、うん、てかね、同じペースで飲める5人ってなかなかいないと思うんだよね。やっぱあのさ、沖縄のさ、ショットグラス5個乗ってて、ね、あれうちらのためにあ、いやー、完全に、ね、正確に言うと、あれ4個で無理やり1個付け足してるから。あれ、4個しか入ってないんですよ。ゆみちゃん手で持ってたよね。そうだよ、私、あの、なんか沖縄でカヌー、もうカヌー、こぐ棒があって、そこになんか溝が、ショットグラスをはめれる溝があって、一斉で同時に舐めてたよね。っていうのがあったんだけど、私は実はこう手で日本酒用の、実は手で持って。なんか怒り出したり泣き出したりする人がいない、うん、全員ハッピーの方向で。確かに、ハッピーめっちゃ楽しい。ちょっとごめん、私 EX の打ち上げでちょっと泣いてたまに泣いちゃう。でもそれ愛が溢れてる。マシュマシュはたまに泣くじゃない。愛が溢れてる。みんなが好きすぎてみたいな。そうそうそう。でも、まあ、ハッピー泣きだね。そう、うん、確かに、あ、なんか怒ってさなんか物壊したりとかいない。やばすぎんしょ。あ、めっちゃ嫌だ。なんかチューって感じだもん、うん、そうね、確かに。最終的にどう、なんかくっついてるよ。広いのにね、すごい。そういうことで、まあ結果強い、うん、強い、強い、はい、強いです、強いです。はい、俺らが最強です。ありがとうございます。ありがとうございます。いちごメイソンですよ、ゆずですよさん。ライブをするときに好きな裁判曲は何ですか。これさ、聞くのとライブするのってまたちょっとね。違うね。え、何が好き？いっぱいあるけど、で最近の曲で好きなのは、うん、東京アイデンティティ。あー、盛り上がるよね。マジで楽しい。なんかみんなで肩組んだりとか、なんか一緒にこうグラグラしたり。うまい。え、あげるやつ。え、あげ
必死すぎてこんななってる。ふむちゃんどうですか？ふむはですね、サマーかな。あー、確かに。なんか、夏でも冬でも、すごい楽しいね。って感じになれる。なんか、みんな嬉しそうな顔するもんね、なんか、サマー来るとやっぱ。それもいいよ、みんなが楽しそうな姿を見るのも楽しい。まずね、意外とこれ変わらないんだけど、リミスタ？ああ、リミックスタート。なんか、どこが好きかというと、なんかハムちゃんが歌って、はいはいはい、うちらが後ろでこう手合わせた時、ハムちゃんのことを見ながら、手みんなで合わせてハムちゃんが行ってさ、なんかこう下向いてる時あるじゃん。そのなんか空間、なんかあー、その瞬間が好きみたいな。なんかそう、ファンの人も前はさ、すごいなんかリフトしてペンライト振ってとかさ、あのね、空気感がね、ライブならではって感じで、確かにめっちゃリミスタはライブする時に好きな曲。独特な緊張感っていうか、うん、あるなんかさ、パワー集まってるから、あ、確かにそう、みんなの顔見ながらね、うん、そうだよね、うん、確かに、あそこいいね、うん、ヤミちゃんどうですか？今みんなが言ったのも、うん、同じふうに思うんだけど、なんか違う観点でいくと、うん、夢空心、うん、あ、わかる、わかる、わかる、いや、やっぱヤミちゃんと好きな曲似てるんだよね、うん、なんかさ、2人さ、先端のさ、瀬戸映画めっちゃそう、ほぼ一緒だったの、そう、なんかステージ、ライブにおいての何かが多分似て、うん、感覚が似てたね、似てるよね、多分美学みたいな、わかんないけど、でも単純に夢空とか、うん、スポットライトをあの爆音で聴いて、その中で踊る、うん、なりをするのがめっちゃいいんです、ね、確かに、これはちょっとやってる側しか感じられないことかもしれないけど、うん、ダンスも難しいっていうところが、うん、綺麗、綺麗だよね、綺麗だね、あんちゃんは？いや、私、ね、何でも楽しいんだけど、うん、あ、マイライフ、マイライフ、マイライフです、私は、それはもう、あれ、なんかさ、あの今ライブで声出せないけど、うん、でって言ってるの瞬間に、あーってなるじゃん、みんな。あの歓声が好き。でも、私はね、もうみんながね、お箱みたいなって、ふーの瞬間。わかるわかる。あの、ハムちゃんがここでさよならって言って、一人ずつこう、ちょっとなんか、出てくる。なんか、すごいポーズで出てくるところがあって、そこでなんか、みんなが、ふーって言ってくるから、最初笑っちゃったけど、もうだんだん気持ちよくなってきちゃった。あれが聞けないの、今。そう、でもちゃんと脳内で流れてます。そう、意外とさ、全部脳内で流れてくる。そうそう、なんかやっぱ掛け声が脳内で流れてくる曲好きだね、うん、あとサビの躍動感とか、うん、すごい好きです、はい、ゆうじですよさん、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、お悩み相談、ラジオネームゆうなさん。私の悩みは、今通っている学校の先輩や周りの友達、サボイ族さんたちに可愛い子が多すぎて、時々自分に自信をなくしてしまいます。メンバーのみんなはもう十分なくらいに可愛いですが、もしも自分に自信をなくなってしまった場合、何か自分なりのモチベーションを上げたり、自信がつく方法はありますか？いや、これに関しては、もう毎日のように、毎日のようにね、あるよ。毎日思ってるね。うちらも同じだね、これは。うん、みんなが可愛いって言ってくれるから、ギリギリ保ってる。そう、保ってる、ね、うん。結構鏡とか見て普通に、わ、もう、帰りたい。いや、マジ、本当にそれなるよね。よ、私やっぱ手紙読み返したりとかかな、みんな。最近だと自分がミスコンに出た時の写真見て、うん、あ、頑張ったら私は綺麗になれるって思うようにしてる。確かに、超頑張ったもんね。うんうん、なんか頑張れ、自分が頑張れたこととかを思い返して、うん、あ、いや、意外と自分いつも頑張ってるな、みたいな感じかな。うんうんうん、ハムちゃんちなみにどうなの？イメージトレーニングをする。なんだなんだ？え、なんか自分がすごい今まで経験したことで、いい瞬間を頭の中で想像して、うん、なんかその気持ちを、なんか、イメージする？うん、え、でも近いかも、私も、そういうの。わかるわかる。で、うん、イメージするのはめっちゃわかる。なんか結構イメージかも。イメージをする？うん、かポジティブなことを想像すれば、うん、変わってくるもんね、マインドがね。こっちましは？私はね、自分そのものに自信なくなるときってあるじゃん。あるあるある。なんかやっぱそういうときはね、見た目だけじゃなくてね、そう、なんかもう自分の存在、うん、とかに、
でもそれって多分絶対誰かと比べてたりとか、うん、自分はうまくいかなくてあの人はうまくいってるとか、多分絶対何かと回避してる時が多いんだよ。例えばこの人めっちゃ歌うまいのに私は全然歌が下手だとか、うん、私はそういうので結構落ち込む。歌うま問題すごい言ってるよ、ね、すごい悩むの。なんかこういう太い歌い方したいけど自分の声質的にこの歌い方はできないとか、なんかさ、うん、そういう悩みとかになるときはなんか自分でね、なんか必ず毎日やることをね決める。例えばアカペラを5分間でもいいから歌うとか、あ、なんかお風呂の中ではこの発声法するとか、なんか必ずそれを自分で決めて、なんかそれをやってってやらないよりは絶対成長するから、うん、大丈夫、私はやってるから成長してるか分かんないけど、とりあえずやってるから対価はしてないって思って、うん、この毎日やることを決めることかな、うんうんうん、が多分この絶対自信をなくしても、なくしてしまったら何もできなくなるってことはなくならないと、うん、止まらないからやることを決めるがいいんじゃないかなって思います、うん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 、そうだね。ポチも結構マシロちゃんに近くて、うん、ポチもともとその人と比べる、自分のことを人と比べるってことをしないタイプで、うんうん、なんか誰かのことをなんか SNS で追うとかそういうのしないタイプだから、うん、結構自分の世界で生きてるの、うんうん、ね、だからそう、割とそうだよね。めっちゃもうそれインスタとかだってフォローしてないもんね。そうそうそう、全然インスタも結構あんまり人のことをフォローしてないから、うん、なんか人と比べないで自分らしい生き方だったり、なりたい自分を考えたり、あとは毎日の自分のルーティーン、朝何時に起きて何々をして、うん、夜は何々をしてから寝るみたいな、ましろちゃんに結構近いんだけど、そういうのをやってとにかくなりたい自分のことを考えながら自分なりに時間を有効に使って生活をしていくっていうところで、うん、自分のモチベーションとかを保ってるかなって思います、うん、なのでね、ゆうなさんも平和な感じにね、なんか今日で、うん、今日から始められる自分ルールみたいなのを決めたらね、いいかな、モチベ上がりそう、うん、思います。なんかこの時代 SNS のせいというか、うん、SNS の影響で多分人と自分を比べる時代になっちゃってるから、うん、そうそう、鬱になってる人とか、そう、比べないのめっちゃ大事かもね、うん、ヤミーちゃんは？でも私もちょっとポチと似てる部分あって、うん、なんか人それぞれでそれぞれ最高って思ってるタイプなんですけど、うん、でもなんか自信がないとか自分のことがあんま好きじゃないのは結構なんかもしかしたらメンバーの中では一番かもしれないだけど、できることはとりあえず全部やります。なんか例えば、うん、イベントの前に必ず小顔矯正に行くとか、うんうんうん、なんかお金も時間も使う、うんうん、筋トレも毎日できるときはするとか、うん、頑張れることは全部頑張るのと、うん、あとはちょっとさっきもハムちゃん言ってたけど、なんか世界中の人全員自分のこと好きみたいな暗示をかける。なんかやばい、みんな、うん、なんか全員自分のことをなんか魅力的だと思ってるみたいな暗示をめっちゃかけて、うん、なんとかゼロに戻るみたいな、うん、それめっちゃ大事。ミスコンの時めっちゃやったそれ絶対私が一番綺麗って思い込むのマジ大事。暗示かけてもプラスまで持っていけないんだけど、うん、ゼロにはなり、うん、みたいな感じ、うん、これちょっとおすすめです。確かに、自分のことを褒めてあげればいいんじゃない、うん、今日何やった、自分偉いみたいな、わかる、うん、なんかそれをさ、し合える人とさ、うん、一緒にいるのも大事な、うん、確かに、そうだね、友達、家族、メンバーとかね、そう、うちら結構メンバー励ましてるから、うん、大事、めっちゃ嬉しい、いつもね、みんなで頑張ろう、頑張ろう、うちらがついてる大丈夫。はい、ラジオネーム闇夢アンナさん、恋の相談です。私は今気になる人がいるのですが、少し前にとあることがあって、その人が女子を顔でしか選ばない結構クズな人ということが分かってしまいましたそれを知って最低だな、好きになって後悔したと思ったんですが、まだ気持ちのどこかでその人のことを気になっている自分がいます。個人的にやめておいた方がいいとは思うのですが、気持ちの整理がつきません。これはまだ相手を好きでいるべきでしょうか、それともやめておくべきでしょうか。うわ、なるほどね。でもこれ気になるね。気になる。このとあることが気になるよ。確かに。何があったんだろう、ね。なんで顔でしか選ばない結構クズって思ったのかがすごい気になる。聞いてみたいよね。これちょっと直接電話とかして聞いてみちゃいます？電話なんてできるの？え、できるっしょ。できるっしょ。見切り発車じゃん。でもかけちゃう。かけちゃうね。かけちゃいまーす。イェーイ。すごい。ドキドキ。本当にかかったよ。出てくれるかな？もしもーし。
もしもし。おぉ、出てくれた。闇夢アンナちゃんですか？あ、そうです。闇夢ヤミーです。マシロです。こんにちは。こんばんは。こんばんは。こんばんは。かわいい声だな。かわいい。かわいい。お悩み相談ありがとうございます。あ、はい。うん、今読ませていただいたんですけど、ちょっと詳しく聞かせてもらおうかななんて思って電話しました。はい。大丈夫ですか？あ、大丈夫です。なんかね、一個気になったところがあって、はい。なんか少し前にとあることがあって、その人が女子を顔でしか選ばない結構なクズな人ということが分かってしまいましたってところなんだけど、はい。これって何があったのかとかお話できますか？あ、できます。おー、気になる。それが聞きたかったです。好きになり始めた時に、うんうんうん、その男の子が交わした話っていうのを聞いたんですけど、うんうん、なんか別の友達と話するのたまたま聞いたってこと？はい。一回確認して、アンナちゃんって学生さん？あ、学生です。ああ、じゃあなんかクラス、学校ってとかって感じかな？はい。あ、なるほど。じゃあ直接、その好きな人と誰かが、友達が会話してるのを聞いたってことね。はい。うんうんうん。はいはい。どんな話を？その好きな人がなんか、もう私がその好きな人から好かれてるって勘違いをしてるっていう話をしてて。俺がアンナちゃんのこと好きってアンナ思ってるらしいよ、みたいな感じ？あ、そうです。うわぁ、怖っ。それを聞いて、ちょっと、それはないなって思って、うん、その時にちょっと後悔してって、その次に、その同じクラスのすごい顔が可愛い子を好きだったみたいで、その好きな人が。うん、それを聞いて、あ、じゃあ諦めようって思って、その数週間後ぐらいに、うん、その好きな人が変わってたから、うん、まだまだちゃんのことどうなったのって聞いたら、うん、可愛かったけどよくわからないから、もう今別の人が好きって言って、なんか、好きな人のことを顔だけで見て、どこが好きなのって聞いても、顔以外何も答えないっていう。なるほど。ちなみに、アンナちゃんはその男の子のどこに惹かれたとかありますか？あ、私自身がすごい引っ込み思案な性格で、あんまり喋るのが得意じゃないんですけど、それでも、こう結構私に話しかけてきてくれたり、困ったことがあったら助けてくれたりしたところが、こう、いいなって思って、明るくて優しい男の子だよね。しかもその男の子からしたらさ、うん、アンナちゃんは俺のこと気になってるだろうなって思ってる状態で、アンナちゃんが、そういえばあの子どうなったのって聞いたってことでしょ？あ、そうです。そうだよね。そしたらさ、強がってる。あー、照れ隠し的だよね。その別の人っていうのも、うんうん、嘘かもしれないよね。嘘か、違う人かもしれないし、アンナちゃんかもしれないし、なんか傷つけないようにそう言ったかもしれないし、うん、なんか、うん、すごい、なんか。だって思春期の男の子なんですよ。素直に言えないからね。わかんないけど、超意地悪な人とかではなさそう。そうそうそう。あるよね。なんかもしかしたらマジでアンナちゃんのこと好きで、なんか、俺、アンナとリョウもいって思いながらも、なんか強がって言ってる場合もあるし、うん、全然あると思う。全然あるよね。そう、全然あると思う。しかも、男友達同士の会話とかだとしたらさ、なんか結構、そうそう、もう、笑ったみたいな。ちょっと生きちゃうよね、多分。生きちゃう。でも俺は興味ないけど、みたいな感じとかありえそうだよね。いや、めっちゃあると思う、そんなに。本当にあると思う。あと、わかんないけど、今の話を聞いた限りだと、うん、まずその顔が可愛い子を気になったわけでしょ、うん、あ、そうです、ね。で、他に好きな理由がないから別の子に行ったってことは顔だけで選んでないんじゃないかって私は思ったんだよね。本当に顔だけなんだったら、いや、あいつ性格全然悪いけど、ね、まあ、顔だけいいからとりあえず付き合ってるわっていう人いっぱいいるから、うん、なんか意外と、その確かに顔をめっちゃ見ちゃうけど、まあそれは年頃の男の子と思っておいて、そんなにめっちゃクズじゃないんじゃないかなとは思うけど、うんうん、どうなんだろうね。まあでもショックな気持ちはわかる。キャラにもよるけどね。そう、キャラとかその空気感がね。ね、アンナちゃんはなんかこの気持ちが整理つかなくて、どうしたらいいかわかんないってことなんだよね。そうだよね。はい。なんかまだ好きって気持ちがあるけど、やめた方がいいんじゃないかなって思う気持ちもあるってことだもんね。あります、はい。やめておくべきとは思わないけどね。伝えたりはしてないの？伝えたりはもうちょっとできないです。そっか。そっか。
これ真っ白の経験談だけど、そういうこと言ってるやつは絶対自分のこと好きだから本当に。あじゃあアンナちゃんのこと好きだから、うん、そう逆にあいつ俺の女だぜくらいのアピールを先に外堀から固めてる場合もあるよ。アンナちゃん聞こえるくらいに話してるってことじゃん。もう確かに。え、ちょっと言ってほしいのかな。待ってる場合もあるんじゃない？ここいや男なら自分から行けるな。え、それは確かに。でもなんか焦らず、うん、まずはその人と仲良くなって、うん、なんか自分の内面とかも知ってもらってとかさ、うん、確かに様子見っていうか、うんうん、今すぐもう好きじゃいるべきじゃない、うん、やめておくべきとか決めずに、うんうん、なんか気持ちの整理がつかないならなんか深く考えずに、うん、なんかね、うん、一緒に、え、何年生だっけ今、高2です。高2か。じゃあ、まだ、ね、まだね、時間もあるから、うん、なんか高3だったらさ、ちょっと卒業が近づいてとかあるけど。うんうんうん、なんか、無理して諦める必要とかはね、その嫌いになる必要とかはなさそうな気はするけど。ね、しかも、なんかこう、ちょっと嫌だなって思う面を知った上でも気になっちゃうって結構。うん、確かに、惹かれてるってことだよね。魅力があるはずだから。うんうんうん、なんか他の人にも目を向けつつ、うんうんうん、好きそう視野を広げるというか、うん、頭を柔らかく。しかもさ、その好きになった理由をちゃんと話せてたからさ、確かに、うん、ね、うん、いいことだよね。そうそうそう。なんかアンナちゃん自身がすごい人を見る子だから、うん、え、この人顔でしか見てないのかなっていうのをギャップでちょっと、うん、おーって思っちゃったのかもね。ただなんかまあ相手を別に好きでいても私はいいんじゃないかなって思うかな、うんうん、私話しててすごい素敵な子だなって思うからめっちゃモテると思うよ、うん、選びたい放題だから大丈夫、固く考えないです、どうアンナちゃんすっきりした？ちょっとすっきりしました。よかった、ありがとう、ね、アンナちゃん Love you みんな大好きです、アンナちゃんのこと。大好きです。大好きだよ。頑張ってね、アンナちゃん。応援してます。うん。ありがとうね、ありがとう。ありがとうございました。よかったよ、相談してね。うん。はい。またね、ありがとう、バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。でもなんか、リアル、なんかリアルでこっちが緊張したよね、なんか。そう、でも分かった。そのクズ男じゃなさそうだよね。安心した。うん。ね。そう、またなんかで、うん。ね、連絡取れたらいいな。うん、そうだね。気になるよね。それでは、最後の質問です。ジャイアン@FOX さん。サイバーで活動していて、ファンからの言葉で一番照れた言葉は何ですか？かっこ、一番じゃなくても、ほんわかエピソードがあればお話聞きたいです。一番照れた言葉。なんだろう。嬉しかったことでもいいのかな。え、いいと思う。あ、いいと思う。うん。難しいなぁ。難しいよね、これ。すっごい難しい。ありすぎて。お手紙とかでもさ、よくさ、すごいなんか男の子とかがさ、一生懸命さ、字書いてさ、書いてくれてね、うん。その気持ちとか伝えてくれたりとかもあるし、なんだろうな。けど、自分としては、やっぱこっちもともとアイドルじゃなかったから、うん、こっちがアイドルになったからサイバーを知れてサイバーを好きになれたよみたいな、うんうん、なんか初めて行ったアイドル現場がサイバーだったよっていうのが結局一番嬉しいかな。嬉しい、嬉しい、嬉しい、なんかアイドルになってよかったなみたいな。ヤミちゃんは？メジャーデビューのイベントの時に、うん、女の子のファンの人なんですけど、なんか今日はお祝いの気持ちで来たんだけど、メジャーデビューがすごいめでたいけど、ヤミーさんの女性としての幸せから、なんかちょっと遠のいてしまった、遠くなってしまったんじゃないかって思ってしまって、素直におめでとうが言えませんって言われて、なんかそれがすごい。あー、でもキュンってするね、なんか。一人の人間としての幸せもすごい考えて、超いいファンの人じゃん、その人。なんかね、すごい印象に残っている。愛を感じます。確かに。愛だね。そう。ちょっと照れたとは違う。でも、言葉が刺さった。いいんじゃん。そう、刺さってる。素敵なエピソード。アンナちゃん？ちょっとね、サイバーじゃないのだとすぐ思い浮かんじゃったんだけど。いいですか？イレギュラーで。私、その一番最初に活動してたグループで、卒業ライブした時に、終わって、なんかその、ライブハウスの
前でなんかみんなでわーみたいな、もういや、なんかやめないでみたいな、なんかお客さんもみんなわーってこう帰れなくて、なんか寂しくてみたいな、すごい嬉しいじゃないですか。でそこで急に一人のファンの人が、そこでフリースタイルラップを始めたの。YouTube 残ってんだけど YouTube に残ってんだけど、その藤代アンナガチ恋ラップっていうのを披露してくれて、いや何やってんのって思いつつ、結構いいこと言ってて、すごくない？すごいすごい。結構ね、ちょっと暇だったら聞いてみてほしい。当時の私すごいボロボロの泣き顔であれなんだけど、お手紙とかももちろんそうなんだけど、そのね、なんか、当時まだそんなにフリースタイルってガチガチに流行ってなかったんだけど、流行り始めたくらいかな、多分。2015年だから。あ、こんなに愛されてたんだなって思って、照れたし、キュンとしたかな。それすごいね。まあ、ちなみにその人は今全く来てくれてはないんですけど、それもまたなんかおつかなみたいな。なんか、なんかすごい素敵な思い出です。どうですか、マシロちゃん。私はね、このまさにラジオネームジャイアンさんとか、まさにそうなんだけど、なんかライブ中にね、なんか目が合った瞬間にすっごい嬉しそうにサイレンを振り返してくれる瞬間。特にあの、超キュンってするの。うん、うん。やば、めっちゃ可愛いって思うし。嬉しい。あと、今はまあ、声出しとかできないから、なんか名前とか呼べないけど、おっきな声でさ、なんか、どう見ても恥ずかしがり屋さんとかいるんですよ、うん、やっぱり。わかる。頑張って声出してくれたりとか、サイリウム もうちっちゃくさ、肩より下で振ってた人が、肩より上も、手真上に上げて振り返してくれた瞬間とか、なんかその人が一つの壁を乗り越えた瞬間が見える時が、なんかめっちゃ嬉しくて可愛いって思って、わかる、まあ、ありがとうって思ってます。え、ハムちゃん何？え、なんか、ハムは、うん、すっごくサイバーの初期に、ファンの、サイバーの初期というか、活動し始めた初期に、すごいファンの人がまだ全然いなくて、お客さんが数人しかいなかった時があったんだよ。うんうん、その時に、でもずっと、武道館行くからって言ってて、うん、結構ちょっと、いや、行けるわけないでしょ、みたいな、結構テンション感だった時に、はいはいはい、応援してくれてたファンの人が、ハムちゃんが夢を叶える時は、今はステージの一番前で見てるけど、そのでっかいステージでは一番遠くの席から応援するねって言ってくれて、それが一番なんかすごい印象に残ってる言葉かも。なんかキュンとするね。なんか、そう、その時はさ、まだ会場も小さいしさ、お客さんが何人かしかいないから、前しかないじゃん。でも武道館だったら一番後ろのすっごい遠くの席があるじゃん。って思って、すごい、なんかパワーもらって、頑張ろうってめっちゃ思えた。ちなみにその人は今もサバイ族？うん。おぉ、聞いてる？聞いてる？聞いてますか？あなたのことですよ。あなたのことだぞ。たくさんいるんだけどね。わかる。確かにでもそれは、確かにそのハムちゃんがサイバーを立ち上げたからならではのエピソードじゃない？なんか、すごいいい。すごい。素敵な話だなぁ、ね。アイドルっていいね。それ叶おうとしてるからね。うん、いいね。一番後ろで見てくれるかな？いい質問でしたね、これすごく。ジャイアン。ありがとう、ね、素敵な。ありがとう。ジャイアン、ハガキ職人だね。よく読まれるよね。ねえ、ありがとうございます。以上、お悩み相談コーナーでした。イェイ！すごい楽しかったね。ねえ。楽しかった。もっとみんなのね。相談とかね。聞きたい。とか聞いてみたいよね。電話までしちゃったしね。ねえ。ねえ。緊張したけど。また電話したい。うん。ねえ、なんかさ、みんなのさ、お悩み相談をさ、答えてるときにさ、うん。メンバーのも聞いたりとかしたけど、どう思った？いや、なんか、飲んでたらこんな、話しないから。確かに。イェーイみたいな感じだからさ、なんか、ちょっと、みんなのこともっと好きになっちゃったわ。うん、なんかかっこよかったわ、なんか。わかる。カタカチも、あ、同じ風に過ごしてるんだって。そうそう、私も同じ風なのが結構あったから、それが結構嬉しいって思った。うん。あ、その考え方私もあるとかね。めっちゃめちゃ。ね、参考にしてみようとか。うん。改めて知れた部分が。ね。あったね。いいね、こういうコーナー。いいね、いい企画だったわ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。メンバーの皆さん、お知らせをお願いします。サイバーは12月16日にサイバーベストアルバムが発売されました。イエーイ、みんなゲットしてくれたかな。 ね
こちらはね、新曲が入って30曲入りになっていますので、まだ聴いてないよって方はよかったらゲットして聴いてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして、サイバーは2021年1月10日、日本武道館でラストのワンマンライブがあります。ベストアルバムをたくさん聴いて、日本武道館にぜひ遊びに来てください。はい、ここで、私とアンナがね、テレビ神奈川の上野優香の格打ち優香という番組に出させていただきました。そう、オンエアが明日のクリスマスイブの24時から24時15分なんですよ。うんうん、なのでちょっと、タイムリーなので、ぜひぜひ皆さん、お酒を飲んでね。私、アンナとワシロが酒を飲んで、暴れ散らかしてきたんで、見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最後メンバーに言ってほしいセリフで終わりましょう。本日の担当はマシロさんです。はい、これちょっと緊張しますが、ちょっとなりきってやらせていただこうと思います。お願いします。お願いします。ゆうさんが言ってほしいセリフ、マシロさんお願いします。あなた、朝ですよ、起きてください。急に声が違う、プロさん顔真っ赤になった。恥ずかしい。ゆうさん、いいコメント、いい、何セリフ、ありがとうございます。いや、なんかセクシーと可愛いの間で、すごい良かったね。全然違う自分になってみた。顔真っ赤すぎてめっちゃ喋りたい。リンゴリンゴ。リンゴリンゴ。リンゴリンゴ、リンゴリンゴ。リンゴリンゴ。はい、というわけで以上、バイバイ。